さてと。行きましょう。行くぜ。滑りやがるな。オラじゃ。やるじゃねえか、トキサカ。やった！あとは任せたぜ。
行くわよ。任せろ。なあゴー、俺らっていつも男ばかりでつるんでたっけか。しずるでもなく誰か他にも女子が一人いたような気もするんだが。って何かおかしなこと言ってるな。どこにある。今のは忘れてくれ。さあ行くぜ。次に行くとアンカースライド。宝箱みてえだな。アンカースライド。とどめだ。いいものを手に入れたな。うっとうしいな。ここは任せて。お、宝箱だ。はっ、せい。ゲットしたわ。うっとうしいな。任せろ。宝箱見てな。行くぜ。さあ決めるぜ。強敵を気をつけて。焼き尽くせ。ブレイカー。
とは任せたぜ。任せろ。くらいやイグニス。さて次に行くか。いや、いや、とどめだ。反応ありか。ゲート権限。よし、見つけたか。さあ行くぜ。
調に進んでる？門の方に変わりはないから心配せずに焦らず探してね。コウ君たちなら。任せろ。交代します。交代するぜ。え、おう。この森宮で得た絆は僕の大切な宝物だ。この圧倒的なオーラは。何かの神器。どうやらとてつもない相手が待ち受けてるみてえだな。コウ君、みんなどうか気をつけて。奇跡が起きるのは私も信じてるから。ああ、待っててくれ。とはね、行くぞ、みんな。あ、
ここってやはり神山温泉で現れた異界と似ていますが、迷宮にはなっていないようだな。時坂君、あれ、しおり、しおり先輩眠っているのか。まいったか。これは。怪異？いえ、違う。温泉の時に戦ったのとちょっと似てるけど。いや、あんなもんとはまるで格が違うだろう。あんたは一体何者だ。どうして消えたはずのしおりがそこにいる。人格の存在がかつてそう呼ぶものもあった。我は全てを見ていた。どちらも歌方のように消えゆくさ。それって東京明細と。それがサジとは。とにかくそれはともかく、因果ってのが元通りになって。長きの時、我に仕え、我を慰め。この者の魂こそ、故に先の最悪にて失われる中、断りの地断りの地平。それって夕闇のし、世界の断りとも矛盾しない。まさに奇跡ってやつか。共に我と英語を、あの小さき存在が語りかけてな。そなたらが紡ぐ因果の響きは、せめてもの褒美として、この私はやっと諦めかけてたってのによ。時坂君、ヒイラギ頼む。おう。オンに切る。チャンスをくれて
あんたの試練全力で挑ませてもらうぜ。もう一度あいつの手をこの手で掴むために、あいつを苦しめ続けた嘘を真実に変えてやるために。ならば始めるとしよう。勇気を生き、キュービの力とくと味わうがよい。
脇坂君。どう来たか、起こす側のお前が。こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん、こうちゃん。こうちゃんが。当たり前だろう、森宮だけじゃね。こんなところ。おい、こう、しおりちゃんも。お前、そうか、全部うまくいったんだね。もう、ハッピーエンドってのは。